明日上げて明日はね、明後日が早いらしいです。あそこね、安室ちゃんの写真貼ってあるじゃないですか、うん、あれ、誰のが貼ったの？誰が貼ってるかな、おさむさんじゃないの？うん、どうも。おさむさん、安室ちゃん好きですか？さっぱりした感じやな。あ、さっぱりした感じやな。そうですね、確かに。さっぱりした感じやな。平成が終わりますね。あ、そうか。そう。平成何年続いたんやった？平成30年。30年。はい。30前ってことは37か37の頃、おさむさん何されたんですか？四日市遊び行ったったな。四日市に、うん、何したの？休みになったよ。スラック行ったった。あ、スラック最後の朝パチンコしてスナックへ行って、サウナで泊まって、うん、パチンコしてスナックでいっぱい飲んで、でサウナで泊まって。47の頃のおさむさん何歳ですか？47歳かな。夜中だけパチンコしてスナック行って、ほんでサウナで寝泊まりして、そういう生活を送ったの。休みの日はな。うん。じゃあ52ぐらいは。52歳パチンコに夢中した。夢中やった。亀山の市街で、市内で52歳やろ、パチンコに夢中やったの。